岡県の妹公認のしおりんさんからです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。メイクが上手になりたい。私は20歳なのですが、うん、一度もメイクをしたことがありません。やり方がわからなくて困ってます。3人に教えてもらいたい。この子知ってるよ、私。私のファンなの。あ、あやりんの妹公認なんだ。そう。かわいい。そうなんだ。じゃあ、ね、ぜひ、あやりんから。うん。メイクでしょ、ね、メイク。メイク。でも、20歳でメイクしたことがないってなんか、びっくり。しないんだなって。でも確かに、でもうちらは仕事的にも、まあ、するけどね。確かに。でも、うん、やっぱりメイクに興味を持ち始めたってことはいいことですよ。大人の困ってるんだもんね。そうですね。とりあえず私は、うん、あのいろんな雑誌を読んで勉強したりとか、可愛、うんうん、いなって思ったメイクを調べて、うん、なんか自分で試す。あと好きな芸能人とかさ、うん、そうそうそう、なんか研究したくなっちゃわない？あ、わかる。あ、こんな風な目にしたいとか、うん、そうそうそう、こんなラインの引き方なんだもあるんだ。あやりんはちなみに気合い入れてるのはどこ？気合い入れてんのは、うん、うん、ラインかな。例えばどんな風に入れるって。とりあえずなんか私はこだわりがあって、うん、目元はそのシャドウは薄くして、うんうん、マスカラとラインはちゃんとしっかりめに。おー、なんで？引いたりして、なんか目がちゃんと強調されるから、うんうんうん、目に気合い入れて、あとはチークはなるべく薄くする。そうなの？そうなの？私なんかさ、私のイメージって、なんか、ね、2年ぐらい前ってさ、あやりんさんめっちゃ、ショッキングピンクみたいなチーク流行ってた。一時それ流行ってて、マイブームが終わったの。でも、なんか、そういう写真とか見ていくうちに、あ、なんかチークこういうの似合わないなって思って、薄くし始めたら、うん、結構なんか目に結構いくから、うん、なんて言うんだろう、うん、チーク薄めにして。やっぱポイント1個全部派手にしない方がいいってことだね。そうだね。まあ自分なりなんだけどね、それは。確かに。あと自分の顔知るとか、まあ、そうそうそう。私はめっちゃ眉毛濃いから、うんうん、なんか目を結構強調するとすごいのよ。うん、なるほどね。この目元がボーンみたいな。眉毛もだしみたいな、ね。眉毛も目もボーンみたいになっちゃうから、うんうん、だからそこをうまく、なんかあんまラインもあんま描かなかったり、うんうん、あの目尻だけ描いたりとか。うん、なるほど、ね。あんまり薄くて全然大丈夫だよ。眉毛が濃いからね。そうそうそう。強調されてれば大丈夫。そう。大丈夫大丈夫。ボンボンってなっちゃうから。みんな、私はね、垂れ目にしようと思って、うん、ラインは上に上げないようにする。ああ。優しいかもね、うん、そっちの方が。あと、ハイライトってすごい私的には重要。ハイライト入れるか入れないかで、あの、白いやつね。目の下と、入れるか入れないか、全然顔色が違う。そうなんだ。私は昔ハイライトめっちゃ入れてたんだけど、全然しなくなった、今。そう。うん。なんかね、顔がスッと明るくなる。あ、そうだね。明るくはなるよね。ということで、多分みんな試行錯誤しながら、しながら考えてね。もっと分かってるしね。失敗を繰り返しつつ、うん、菊池もね。やればできんやん。キングピンクのチークしてた時期もありましたから。したし。めっちゃピンクだったよね。ねえ。すごいよね。ごつかった顔が。